こんにちは。久々に来ました横浜のランドマークタワー。この横浜市は日本一の人口を誇る市区町村ということになっております。なぜ横浜がこんなに発展したのかといえば、それは1850年代にですね、ここに蒸気船がやってきまして、黒船来航、それからずっとここを日本の国際港玄関としてずっと長らく活躍させ続けてきたからであります。このランドマークタワーの周辺はもうみんなこういう商業用地になっているかと思いきや、実際ほとんど商業用地なんですけれども、こんな大きな大穴が開いているような場所もあります。これ何かと言いますと、いわゆるドックというやつでして、ドライドックなのかな、この中にですね、船を入れて整備をしたり、それからここで船を建造したりしていた場所です。今回どういうコースで行くのかというのを皆さんにご覧に入れますが、ここが横浜駅です。で、横浜の中心部、桜木町管内とかですね、ランドマークタワーの立っているようなところは、そこからもう少し行ったところです。で、今現在地ここと書いてありましてですね、ランドマークタワーもそのすぐ脇にあります。で、これから先水辺がですね、中の方へ入り込んできて、島などいくつか浮かんでいるようなところへ進みます。江戸時代からですね、ここには遊園地があったとか当然そんなわけではなく、もともとはここは日本の国際港玄関として活躍していました。それから今ご覧に入れたような造船の施設などが数多く並んでいるところでした。ただ横浜市の様子も随分変わりまして、人々の遊び場とかですね、オフィスの用地などもたくさん必要になってきたし、またいろいろ技術も発達してきまして、別にこのみなとみらいが今存在するようなところで貨物とか国際航路のお客さんとかを扱うという必要もなくなってきたので、この辺りにあった造船所などのさまざまな施設を全部一掃し、そして新しい商業用地として全て立派に再開発をしたのがこのみなとみらい21地区です。以前スーツ交通チャンネルの方でも皆さんにご覧に入れましたが、今回はこのランドマークタワーのところから少し戻って桜木町の駅を出発し、そしてこの汽車道、もともと鉄道が海の方まで続いていました。国際航路に積むための貨物を運搬していたその線路の跡、廃線の跡をたどって赤レンガの倉庫、それから山下公園の方面へ進んでみようと思います。横浜の港はここから始まりました。象の花パークにも注目します。現在この横浜へやってくるのは京浜東北線から直通してきた根岸線、お客さんを運ぶ普通の電車だけですが、昔は多数の貨物列車が来ておりまして、そして海の方へ向かっていました。あそこに鉄道用の橋が残っています。今では普通の遊歩道などとして整備をされていますが、昔の鉄道の通った道をそのままたどることができます。さて、今回は諸事情で皆さんに撮影をしてご覧に入れるということはできなかったんですが、ここ桜木町の駅前から赤レンガ倉庫の方面にかけて汽車道という海の中を通り抜けるような鉄道の廃線跡の遊歩道があります。横浜がいかに国際的に重要な港であったかをよく伺わせるところです。例えば鉄橋がいくつかかかっています。もちろん当時から使われていたもので、今では私たちがその上を歩くことができますが、日本がまだ鉄を輸入することができなかった時代にアメリカから輸入をされて今でもここに残っています。また海の中を行く汽車道の護岸工事は、現在ではもうすることのできなくなった失われた技術によってなされていると、確か私は何かで聞いたことがあるんですけれど、ちょっと正確だったかどうかは分かりませんが、ひし形の石をずらっと並べて大きな石垣のようなものを作る大昔の特殊な技術によって作られているのです。現在はまだ通っていませんが、この汽車道の脇に今年度中に新しくロープウェイが建設をされる予定です。みなとみらいの駅から赤レンガ倉庫の手前までロープウェイで汽車道を下にひとっ飛び、今度からここもまたさらに楽しみが増えそうです。これは汽車道に鉄道が復活すると言ってもいいかもしれません。汽車道を通り抜けてからこの動画の続きを皆さんにご覧に入れることにします。着きました、赤レンガ倉庫です。現在はですね、観光客向けの施設ということになっていますが、昔は日本の国を背負って立つ大変重要な施設だったのでした。この赤レンガ倉庫からいろんなものを輸出していましたが、その中の明治時代において、一番おそらく代表的なものが絹糸だったと思われます。要するに芋虫にですね、葉っぱを食べさせて糸を吐かせて、それを巻き取って着物の材料とするわけですけれども、明治時代の日本は外国に物を売らないと外国から物を買うことができないという状態だったわけですが、ところがまだまだね、未発展な日本が外国から買ってもらえるものなど特にありませんでした。そんな中でですね、絹糸、これだったらば日本も昔から作っていたし外国から買ってもらえるんじゃないかということで、実際買ってもらえていたんですけれども、それを横浜に持ってきたわけです。
赤レンガ倉庫まで鉄道が伸びてきていたわけですが、しかしそこで終わりだったというわけでもありません。あの桜木町の駅からですね、今こうやってきて赤レンガの脇を通っていますが、からそこからさらにですねこっちの方へ伸びていました。あのここに象の花パークというのがありまして、象の花って、ね、変な名前だなと昔から思ってたんですが、これがねあの象さんのお花に見えるんで象の花なんですけれども、あの横浜の歴史というのはですねここから始まっておりまして、あのペリー提督とかがですね登ってきたのも、ここだというふうに言われております。でそっちの方もですね、あの昔から船がたくさん出ていたところですので、まあ、船が出るところに荷物をたくさん持っていくためにはやっぱり線路を敷くというわけで、まあ、だからねこっちを向けばここから先も引き続き元は鉄道だったところが続きます。ちなみにこの橋ですが、これはね大正元年の、あの建造ということですけども、裏がなんたら株式会社ってここに書いてあるんですよ。だ多分これは日本で鉄道を作る技術がもう出来上がった後にここで建設された橋なんでしょうね。前方にですねその象の花防波堤が見えます。あの防波堤は要するに向こうからこっちへ波が来ないように設けられているものでして、でこの地図を見ていただければとても理解しやすいと思いますが、こういう構造、これはあの Google マップですけれど、ちょうどですねこういうふうに S 字を描くような形で船が外海に出ていくということになります。それほどまでしてですねここの象の花パークに今なっている鳩場を守りたかったわけですが、1853年にペリーがこの横浜にやってきまして、その時に黒船がここにつけたということになっていて、まあ、実際は多分船はもうちょっと向こうの方にいて、ね、そこから橋系みたいな船でこっちへ乗り換えてきたんだと思うんですけども、まあ、そういったことをしてですね初めて横浜としての歴史が始まったと、まあ、そういうふうに考えてもいいのかと思います。まあ、今ではこのように全国1位の市区町村となったこの横浜市ですが、もともとはですね、かなり小さな港でして、あの横浜という地名もまあほぼなく、ここは神奈川の港とそういうふうに呼ばれていたようですが、あのその片田舎なところにですね、あのペリーをとりあえずじゃあ連れて行こうと、あの港でペリーが待ってたわけです。でお前早くあの上陸させろよって言ってるんですけど、幕府としてはすいませんけどちょっとまだ準備が整ってないんで待ってくれますか、そういうことを言ってですね2週間ペリーを待たせました。まあ、その時の様子を描いた、ペリー横浜上陸図という絵がありまして、これ大変有名な教科書にも載っているやつですけれども、あのそういうですね上陸の図が描かれたのも、まさにここだというふうに言われています。ちなみにあの2週間待たされたペリーはその後上陸してきたわけですが、その後どうしたかと言いますと、ちょうどですねこの向かいのところに、まあ、当時は多分もうただの浜辺みたいなところだったんだと思うんですが、あの幕府が急ごしらえで作ったペリーを迎えるための館みたいなのを設けまして、そしてそこでペリーはとりあえずのもてなしを受けたということです。右前方に立っておりますこの建物、これがですねちょうど逆光で見えづらいですけれども、1930年代だったかな、それぐらいに建てられた古い建物です。これが神奈川県庁、神奈川県の中心はこのペリー上陸の地そのものです。それから右手にもですねまた横浜のシンボル、これ作られた時は横浜で一番高い建物でした。これが横浜税関で現在でも活躍をしている現役の建物だそうですが、こういったですね神奈川県において大変重要な政治上の拠点がいくつもこういったところに設けられているのは、まあ、元をたどればここに外国から来たですねペリー提督があのやってきて、まあ、押しかけてそこにあの居所を作ったことが、まあ、ずっと続いているのではないかと思います。向こうに見えている大桟橋は、まあ、現在ではですねあのアスカ2とかそういうクルーズ船が使うところになっていますが、昔まだまだ全然国際線とかそういったものが飛んでいなかったような頃には横浜から外国へ向かう長距離の大型客船、そういったものが多数出ていく重要な鉄桟橋として使われていた場所だったそうです。象の花の防波堤のところ、鳩場からまっすぐ進んできて、ここにあるこの大通りを日本大通りと言います。随分ね大層な名前ですよ、日本大通り。駅もあります。すぐ近くに港未来線日本大通り駅っていうのがあるんですが、これ何かと言いますと、要するにこれ江戸時代終わってすぐぐらいの頃に作られたものなんですけども、あそこからですね横浜に上陸をしてきた外国人が最初に歩く通りがこの日本大通りだったわけです。ここはですね横浜でも特に歴史的な建物が多く立ち並んでいるところでして、向こうも普通に戦前に作ったやつをねあのリニューアルしつつまだ使っていますけれど、これもさっき皆さんに紹介した立派なね神奈川県庁ですよ。あ、なんか知らなかったですけど、お祝いの文言が出てますね。ついに重要文化財になるんですか。あ、これはすごいわ、おめでとうございます。あ、じゃあなりますじゃん、なりましただって。あ、そうなんですね。横浜はねどんどんなんか毎年当たり前のように文化財が増えてますから、すごいですよ、それだけ数が多いということです。
中でもね訪れるべき場所はここかと思いますけども、今日は残念ながら休館日なんですが、あのイギリスによって建てられたあの領事館かなんかだったと思いますが、こういう建物がありましてですね、でこれ現在では、横浜開港資料館ということになっており、先ほど紹介したあのペリーの来航した時の上陸図とかね、そういったものもこの中には保管されているとのことです。この辺の立派な建物は日本大通りだけじゃないですよ。こっちが日本大通りです。でこっちはですね海岸通りというんですけども、ここに立ってるこの召喚軍みたいな、これもね相当古いやつだと思う。多分1929年とかそれぐらいじゃなかったかな。昔はここに確かもう一個並んでるのがあったんですけどね、あのちょっと一個減って寂しくなっちゃいましたが、それでもまだこういう風に並んでおります。今ですね象の花とそれから日本大通りを皆さんに紹介しました。まあ、そしていよいよですね山下公園元町中華街のあたりへ行くんですが、この地図を見ていただくとね、この山下公園がちょっとなんか不自然に出っ張ってるなというのにお気づきになるかなと思います。これはねこれはあの後から作った埋め立て地なんですよ。だからまあちょっと歴史的にはあんま関係ないんで、とりあえず無視してもらって、でそうするとね海岸線がここでこういう風になっていれば全部ピシッと海岸線が揃っていて自然なのに、この山下公園のところだけちょっとなんか変に出っ張ってるわけです。でこれはなぜ山下公園が出っ張っているのかと言いますと、もともとはなかったからでして、関東大震災でですねあの横浜もあの様々なものがもう壊れてしまって、でそしてその瓦礫をどうするかということが問題になりました。でじゃあ海に埋め立ててしまうのがいいんじゃないかということで、どんどん埋め立てた結果この山下公園という場所が生まれるに至ったわけです。ここが山下公園です。もともとは海だったところですが、下にですね瓦礫が埋まっております。ちょうどなんかあれは知らないですけど観光船みたいなやつだな、あれがね汽笛を鳴らしてますが、お隣のこの氷川丸、これもまた、毎正時か何かになると汽笛を鳴らしてくれるそうです。これはあの今現役の船ではありません。1930年代から60年まで、ずっとですね横浜もしくは神戸と、アメリカのシアトルと、ずっとずっと何百回も横断してですね結んでいた船だということです。あれね今300円で中に入れるらしくて、今日は例によって休館日なんですけれども、中相当すごいって聞いてますんでね、300円でこんな見られるのかっていうぐらいのところなんでね、ぜひ私もまた何かの機会に行きたいところです。向こう大桟橋があります。あのロイヤルウィングという船が泊まっておりまして、これは観光しながらですね美味しいお食事などを楽しむ名物の船ですが、あれもレトロでなかなか素晴らしい船だと聞いています。それで一旦またこの山下公園を出てきました。ここが昔の海岸線です。こっちは瓦礫を埋め立てたところ、ここにですね有名な横浜の老舗ホテルがあります。これは私も何度か泊まって、ね、皆さんにもご覧に入れました。ホテルニューグランドでございます。戦前に作られてですね、連合国軍最高司令官総司令部のマッカーサーの元帥とかもですね、ここの部屋の泊まったと。どこだったかな、なんかあっちの方の角かなんかの部屋だったような気がしますけれど、現在でもあのマッカーサーの部屋というのがですねこの中には残っております。もともとここに横浜にこういう古い建物はいろいろ建てられていたんですが、戦争が終わった後ほとんど GHQ に接収されてしまったそうですね。でなんならこの山下公園とかも、ね、全部 GHQ が使っていたとかで、日本人が普通に使えるようになったのは戦争が終わってからしばらく経ってのことだったそうです。ちなみにマッカーサーがこのニューグランドを利用したのは、戦後の占領期が初めてのことではなくて、もともと戦争する前にもですね日本にやってきた時にここに泊まって新婚旅行かなんかだったかな、利用したんだそうです。そういう風にですねここは外国人の利用なども前提に置いたホテルなんですが、現在ちょっと地図を見ていただきますと、さっき紹介したこの象の腹から伸びてくるこの道ですね、日本大通り、日本大通りの西側は基本的に外国人居留区ということになっていて、外国人が多く住まっていたと聞きます。ですからね当然こういったものも出てくるわけです。中国人居留区、中華街ということでして、現在ではですね中国人の人たちが実際にここにたくさん住んで中国料理を美味しく振る舞ってくれるところです。ちなみにここが元町中華街の駅でもあるんですけれども、駅がすぐ近くにあるんですが、ここ北京ファンティエンって読むのかな、ハンテンと書いてあります。私ね台湾に行った時にねハンテンって書いてあるのいっぱい見たんですけど、それはねご飯屋さんの意味なのかなと思ったら、ご飯屋さんいっぱいあるなと思ったらね全部ホテルだったんですよ。でもここで見る限りホテルじゃなくて普通にご飯屋の意味で使ってる。中国は難しいですね。私大学が横浜ですからね、だから中華街に来て食事するってこともかなりありましたけれど、なるべくいろんな店に行くようにしてるんですが、私の中のおすすめは今のところもうここ一つと決まっておりましてですね、華正楼新館です。ここはね本当に美味しい。ちょっと値段はまあ高いかもしれませんが、ちょっと高いっていう程度でコストパフォーマンス的にはね優れてると思いますよ。わざわざ中華街に行って本物の中華料理を食べたいならここです。
まずね2400円くらいだったと思うんですけども、このような立派なイカとセロリの炒め物が届きましたが、見た目そんなすごい派手じゃないです。これがめちゃくちゃ美味しいですよ。多分今度は酢豚ですよ。これもねパイナップルが入ってる、そうそう入ってるんですよ。これもまた美味しいんですよ。どうしてパイナップルを入れるって発想がねできたのか分かんないんですけど、とても素晴らしい味です。まだ料理全部ではないんですけど、まあ、届いたものから食べると、これね毎回独特なのが割り箸があの縦置きで来るんですよね。中国はそういうもんなのかな。高級中国料理、なかなかこういう露骨な表現ないですよ。値段の割には妙に手が込んでてね、こんな美味しく料理できるのかってくらい美味しいんですよ。素材がいいのかは知りませんけど、うん、永遠に食えるもんね。私の知り合いにねカセロいいよって言ってね行かせるとね、みんなねカセロのファンになっていくみたいですよ。ここまでイカも刻む調理の仕方ないと思うんですけど、イカそうめんみたいな、これまたね食べやすく美味しいんですよ。お刺身もこういう形で出しちゃいいんじゃないかな。今度はエビのチリソース、いわゆるエビチリです。なんかお世辞で言ってるわけじゃないですけどね、車エビということなんですが、エビもこんなでかいの見ないしね、相当大きいですよ。僕の手の大きさがこれですから、まあわかると思うんですけど、なんでこんな何でもかんでもうまく作れるんだろう。大抵ねいろんな店に行くと、あの美味しいのもあれば、あの高級なところでもこれは口に合わないなみたいなのあるんですけど、どれも美味しいのしか出てきませんからね。こういう感じです。顔の形が変わる大きさです。食べているところをよく見てください。美味しくいただきました、まあ、毎回美味しいんですけどね。一緒にお食事した方がね、あのすごい参考になることをおっしゃってたんですけど、独特な変わった味だけど美味しい、そうまさにそうなんですよ。多分本当に美味しい中国料理の味をここでやってるんでしょうね。だから普段食べ慣れないから変わった味なんだと思いますよ。さてそれじゃあまた山下公園に戻ってきました。今回の動画もですねもうそろそろ終わりです、山下公園から私知らなかったんですけど、普通にスカイツリーが見えるんですね。方角で言えば向こうですからね。帰りここからですね横浜駅方面までには、まあ、港未来線とかそういうので使うという手もありますけれど、やっぱり私のおすすめは海から行くことです。このシーバス、バス感覚でですね普通に利用することができる、まあ、そんなに値段もしない遊覧船と移動手段を兼ねたような存在。ここ山下公園から横浜駅まで途中赤レンガ港未来21地区を通って所要時間は約25分です。この氷川丸のすぐお隣が山下公園の桟橋なんですけども、最近に新しいのができたらしい。これが新型で、今回私が乗るのは奥の旧式のやつだな。進行方向はねおそらく間違いなく左側がいいと思うんですよ。左側が全部横浜の港エリアですから。出港は16時10分ちょうど、西日がオレンジ色に差し込んでくる時間です。ニューグランドも海から見たのがやっぱり一番素晴らしいな。氷川丸です。大型の蒸気船の前のねこの垂直なこのラインがいいですよ。でも戦艦大和よりも前の船なんで、多分下にまだ船にねよくついてるおなじみのあの丸いやつついてないんじゃないかな。そしてこの裏に港未来21地区の素晴らしい景色が見えます。赤レンガ倉庫の屋根なども並びます。いい時間だ。まあいつもいい時間なんじゃないかっていう気がしてますけどね、まあ、かっこいい。ほらほらもうこういうところですからね。海から見ないと見られない景色が山ほどこの辺りにあるわけです。だから昼にここへやってくるのももちろんいいのですが、夜もやはり訪れるにちょうどいい素晴らしい時間帯です。今回は、ね、夕方の乗船ということになっていますが、夜にですね以前乗った時もありまして、向こうの大桟橋から飛鳥2に乗って出港した時の様子、今皆さんにご覧いただいていると思います。夜の時間帯のねシーバスも素晴らしい景色が楽しめると思いますので、ぜひ皆さん、時間をいろいろ変えて乗ってみてください。今みなとみらいの桟橋も出まして、もうそう遠くないうちあと10分以内に横浜駅東口のところに到着します。便利ですよね、駅まで行けちゃうんですから。向こうにねなんかすごい速そうな総動線があるなと思って、これ何かなと思ってあの AIS ってやつ調べたんですけど、これ米軍の船だそうですね。ここね米軍の船着き場ですよ。全部他のグレーのやつもこれも米軍の船でしょ。今回の横浜探訪動画はだいたいここら辺までで終わりにさせていただこうと思います。横浜の街ただ歩くだけでも楽しいということを皆さんにお伝えすることができれば幸いです。
今日実は、ね、月曜でいろんな施設があの閉まっていたとかですね、まあ、そういった事情もあったんですけれども、ぜひあの入館しても面白いような施設がたくさんあるわけですから、さらにプラスしてこれ以上に楽しい旅を味わってみてください。16号東京行き川崎品川終点東京に停まります。ご利用には